どうもタビアンです。天外魔境2続きやっていきたいと思います。次回が100回目ですか。99回目元気にやっていきたいと思います。前回まではこちら、前回キビでの探索を終え、いざ長戸へ、絹と絹のお母さんを追いかけて、城に通じる洞窟向かったんですが、サンバガラスに大苦戦、退却してきました。さあ今回もやっていきましょう。まあ城に行ってもいいんだけど、行きましょうかね。なんとでもまあちょっと経験、修行を積むのは4人になってからがいいよね。めっちゃ強い、いけるこいつら。あ、強いな、普通に戦うと強いね。回復するか。いや一戦一戦がきついよなこれ。回復かな、戦っちゃったよ。100ぐらいダメージ受けるもんね。めっちゃ強い。回復ひたち。なんとかか。極楽上がりました。あ、体術排水を得得した。61段にしてまだ成長してますね。空飛んでいこう。極楽ちょっと技上がってるのがね。次の段まで、あ、もうすぐ上がるね。万事丸と歌舞伎、空飛んでいこう。よし、明けガラス、こいつにめっちゃやられてんだよね。パンチ丸上がりました。攻撃力4、体力6、歌舞伎も上がりました。体力5、いいんじゃない。あ、この西側、この辺だったよね。ここだよね、ここに行きたいんですけど、行こうか。久しぶりにちょっとね、ちょっとあの野球ゲームやってたんでね。久しぶりにやっております。ベースボールスターね。野球好きの皆さん、よかったら見てみてください。なんとか全15戦終わってね。ファミコン本体電源つけたままやってたんで。でここがね、宝箱が7つあって、前回メモしてるのが3つ取ったんだよね。はい。でこの地下1階かな、青獣も強いんだよねこいつ。こいつなんか合体するんだよね。いけるよ。ちょっとマンジバルは回復役かな。巻物自由だけどね、主に回復役かな。極楽と歌舞伎に攻撃してもらおう。体力ね、みんな300以上なんだよね。もうね、もはやね、うん、300キープしようかな。300キープでいこうか。ちょっとそれぐらい出ないと厳しいかもね。この辺がなんか入り口だったんだよね。で階段を全部無視していったんですよね。今回は階段、地下2階かな、行きましょう。あ、これが4つ目の宝箱かな。回転弾、何それ。回転弾ってなんかレアアイテムじゃなかったっけ。回転弾、技回復か。体力と技回復、回転弾、これはもうとっておきで残しとこう。
あ、もう上り階段か。出た、明けガラス。こいつが強いよね。体力が多いんだよね。こいつが3人出てくるとかなり厳しいよな。綾姫に会いに行きたい。これはどこだ。あ、これさっきんとこか。登って降りてっていうのはちょっと覚えとかないとね。現在地下1階。よし、回復は忘れずに。もう面倒だから日立で、日立連打で行こう。まあ269、250あればいいか、体力ね。お、宝箱、清涼丸、これが6つ目。あと1つですね。あ、違うな、これ何度も復活するやつか。これ違うな、このゲーム何回も宝箱ね、復活するからね。この回復系アイテムとかは、この地下1階のやつは全部取ったと思うんだよね、前回ね。あ、やーべーいきなり強い技やってるんだよね。息吹、明けガラス、やーべーやつだよこいつは。次の段まで3万か。まあもう段は上がらないということに考えとこう。階段どこだ。あ、あっちにあるのか。左、あ、こっちもあるね。4つぐらいあるね。あ、もうすぐ登るの。え、どういうこと。今地下1階ですね。どういうこと。あ、これっぽいな。今地下2階。地下2階。うわー、呪い火、呪い火めんどくせー。でも体力そんなに多くないから。攻撃、陣営効くかな。いや、陣営は単発攻撃か。やっぱり義経切りだよね。あ、全然当たらない、危ない。歌舞伎自分で回復した。道具でなんかなかったかな。めんどくさいやつだな。残り火うざいな。なかなか回ってこねえ。青海波の剣。あ、単発攻撃か、いまいち。恐竜かなんかかな、これ。極楽が回復させたら まずいね。私が回復、日立連打したらなんか攻撃してしまいそうで怖いよねこれ。あ、めんどくさいやつだねこっちは。残り火うざいわ。よし、回復いけるでしょ。もう連通常攻撃できるだろ。あ、歌舞伎死んだ、嘘でしょ。めんどくさいやつだな。すげえな。よし。いや、なんで死んだんだろう。早すぎて分かんなかった。侮れねー。歌舞伎は受け付けない。歌舞伎復活。くわー、骨の剣使わないとダメじゃないか。あ、でも骨の剣があるからね、リカバリーできますからね。万事丸さえ死ななければいける。使っとこうかな、道具。あ、違う、武具だ。骨の剣、
粘って粘って、危ない。富士でいいか。富士全回復ね。でちょっともう骨の剣を骨の髄まで使っていこう。地球センターぜ。回復ナイス。なんかレアアイテム使ってないだろうね。あ、歌舞伎が有明してくれたのかな。骨の剣170食らうのやばいよ。骨の剣で、お、漂流いいね。よし、なんとかだぜ。富士贅沢に使えるからいいよね。お、なんだ、浅瀬みたいなの出てきたぞ。海底の海か、水たまりか。ケガラス、オッケー。しっかり回復を忘れずにね、回復を。体力300。なんだここ通れんのか。浅瀬は、あ、なんかいる、なんかいるぞ。潜水艦かや。なんだ、あ、キヌ、おい、キヌどうして止まらない。操られてるのか、キヌ。キヌ、おい待ってくれ。嘘でしょ、逃げてった、マジか。こっち何もないよね。潜水艦でどっか行った、思わせぶりに。なんだ、宝箱、レディオガン、これが5個目、これ6個目。あ、紅花の小塚。なんか武具だったよね、これ。あ、攻撃力50。あれか、絹の武器か。今はいらないな。え、階段。できるのか。来たか。お、来ました、ついに。ここはあや鬼じゃないんだね。あや騎乗、コメントでもいただいてたね。まあ読み方はあんまり気にしないでください。初見ではわからないんで。この鬼のカインがいるとこじゃないかな。長門トゥードゥーリスト、アンジマル様でいらっしゃいますね。あやき城へよくおいでになりました。役以上から連絡を受けております。あや姫様と絹様はすでに白銀城に連れ込まれたとの情報もございます。さっき見たよ、潜水艦で。とにかく城の中へどうぞ。ありがとう。宝箱いっぱい落ちてるけど、もらっといていいかね。鬼の金棒、あ、荒髪の兜、なんだ荒髪の兜。あ、極楽のやつだ。あ、僧侶の兜より強い。守備力5アップだ。久しぶりだね、兜。やったぜ。 OK、 さすが鬼の城ですね。血の霊薬はいらないな。はい、階段があって、こっちには、こんにちは。もうご覧になったと思いますが、最後の暗黒乱は底なしと恐れられる秋吉堂に咲いております。この秋吉堂の読み方もね、コメントありがとうございました。おそらく秋吉堂の中には根の一族が必死の構えで待ち受けているでしょう。戦いは避けられぬことです。
ですからなおのこと絹様のお力が必要。そうだよね。どうか綾姫様と絹様を悪魔の手から取り戻してくだされ。じゃあこれもらうね、三角の玉。あ、麦100預かり表。あ、麦は999の価値だから10万両じゃない、今の。やった、相場変わる前に売りに行こう。10万両ゲット。今思えば我が大江山を襲ったのは間違いなく根の一族、その中に白銀城の城主百貫丸もいた。百貫丸情報あったよね。秋の国白銀城の城主百貫丸、百貫っていうぐらいだからちょっとお太りになってる人なのかね。あの者は凶暴を絵に描いたような男。しかし今の皆様のお力ならばおそらく奴を倒せるでしょう。本当かよ。ただ気がかりは、根が我が大江山を襲った時、その百貫丸の上に女の将軍が控えていたこと。え、まだ第二戦があるっていうこと？うわー、聞きたくないこと聞いたな。まだいるの？確か奴らはその女をこう呼んでいた。その女の名は吹雪御前。あっそ、書いてあるね。あ、吹雪御前、万事丸の父の父を凍らせたやつだ。はい、なるほど。だからボス戦が2つあるってことね。貴重な情報をもらいましたね。ぬか喜びしてはいけないってことだ。1話、白銀城の周囲は氷に閉ざされ、城内に入る術がございませぬ。ただ報告では、根の一族は白銀城の南の海上より城へ入っていくらしい。あ、なるほどね。じゃあ潜水艦だ、秋の。ちょっとメモしておきますね。秋はだから潜水艦がいるんだ。噛んでないと白銀城に入れないのね。うわー、ホテイマルに作ってもらおうかな。っていうか、あの潜水艦を奪えばいいんだよな。なるほど。王院の朝靴、何これ。あの極楽の足元と見た。あんたって鬼の、あ、万事丸なんだ。おやつは60。あ、でもいらないな。王院の朝靴、なんかでも微妙だけど、もしかしたら絹が装備できるかもしれないから、一回預かり所に預けといた方がいいかもね。あ、でも絹ももっと足早なやつ持ってたよね、確か。結構広いね、このお城。日比国の西に騎馬人の村と聖剣の一本を作ったと言われる神殿があると聞き及んでおります。あー、だって7本の聖剣あるっていうことは、誰かその刀鍛冶がいたっていうことだもんね。7本目の暗黒乱を切り、世の中が平和になったら、何かの折に足を運ばれてはいかがですか。平和になってからでいいのかい。日々の倉敷村に鬼族に伝わる宝物が保管されているはずです。会員様がその鍵をお持ちです。あ、出た。そうそう、日々のこれメモね。倉敷村、人魚の鶴姫と会員がなんか開かずの蔵のね、鍵持ってるっていう情報をね、得てますよ。なんなりとお持ちくださりませ。いや、あなた会員、上司のやつ勝手に言ってもいいの。火の勇者の万事丸様とお見受けします。私め、この綾木城を預かる会員と申す者でございます。あ、この人会員。役位上の裏より事情は聞きました。裏よりか、裏さんね。古くより鬼族に伝わる阿蘇の鍵を差し上げましょう。ありがとう。謎の鍵ゲット。
倉敷村の鬼族の蔵の中身は1000年前根の一族より我が先祖が盗み出したものが入っているそうです。盗んだんだ。仲間とも話していたんだが、あの夜俺たちのふるさと大江山を攻め上がったのは根の一族だよ。それも秋の国に出現した根の城の連中さ。なんで今まで気づかなかったのか不思議だよ。百貫丸ってやつが切り込み隊長で、全体の指揮は別なやつだった。そう、吹雪御前っていう女だよ。襲われたんだね。なるほどね。あれ、なんか真ん中い通れてないとこないかい。なことない。ちょっと待ってね。ここなんだ。ここ、あ、1階を表現してるのかなんかややこしいけど、そういうことだね。はい、ということで倉敷の蔵開けに行きましょうか。はい、倉敷村に飛んできましたよ。ちょっと疲れたから休ませてくれ。休んでいこう。ちょっと荷物が多いから整理しようか。犬死にすんなよと。預かり状なかったっけ。先行くか。鶴姫か。ははここだね。アズクラ使っちゃいましょう。アゾの鍵。おお、アゾの鍵は壊れてしまった。あ、こういうのがいいよね。もうバイオハザード的なね。使ったアイテムも用途がなかったらもう壊れてほしいお、武竜の巻物。なんだこりゃ。主典の鎧。あ、ブグ袋の。あ、ちょっと待って、大丈夫かな一回売りに行こうか。一回売りに行こう。まさかもう入れないってことないよね。あ、これ分かんなくなるな。ちょっと待って、左から2番目ね扉開いてると分からなくなるよね。左から2番目。いらないもん売っとこう。ね、紅花の小塚ももういらないかな。4万両、あ、売っちゃえもん。はい、鬼の金棒売っちゃいます。王院の朝靴売っちゃいましょう。 OK、 これでいいな。あ、総流の兜もいらないね。はい、 OK。 ギリブーはね、ギリギリだもんね。枠が左から2つ目。 OK。 これ極楽っぽいな。どうだろうね。主典の鎧。あ、極楽だね。巨人の鎧が、あ、40、あ、12アップですね。やったー。これは、いいね。守備力12もアップしたぜ。オッケー。もう一個は？青葉の笛。あ、これはなんか、何に使うんだろうね。青葉の笛。その他何なんでしょうか。回転弾預けたいんだけど預かり状がここないんだよね。なんだろう。ちょっと作戦会議だね。ついにあれか。トゥードゥリスト確認しましょうか。まずはキビ、倉敷、まああと一つは開けられないけどってことだね。で、あと秋、まだ行ってません。長門は秋吉堂に行くのはあれなんじゃないの。まずは絹たちを追いかけないといけないから、ここかな。白銀城に行ったっていう情報だから、
白銀城だね。うん、よし、ちょっとお金預けてから行くか。どこがいいかな。岡山町。よし、準備万端揃えて行こうじゃないか。まずは強い武具とか売ってないかな。特に防具、防具が欲しいね。武具は預けるもんはないね。あとは預ける道具、回転弾ちょっとなんか預けときますね。な、盗まれたりしたら嫌なんで。あとは、あ、麦100を売りに行こうか。売りに行って、預かり所ももう、あ、一行の玉あるんだね。買い溜めてるね。結構この画面上に見えてる分しか預けられないからね。よし、売りに行っちゃおう。京都に行きます。さあ、いくらで売れるかな。999、麦100、預かり証99,900両。やったー。はい、秋に飛んでいこうと思ったら、あれだね、行ったことないから術では飛べないね。よし、鋼鉄城で行こう。あ、ここで呼べないの、なんで、なぜ呼べない。あ、来てくれた。なぜだ、平地では呼べないの。よし、長門に行くぜー。あ、長門じゃない、秋だった。秋に行くぜー、秋の国。ここか、ここに行くためにちょっとマップ確認。現在地元。あー、まずは村を、拠点となる村を探すか。潜水艦がどうとか言ってたよね。あと、この手に入れた笛、どこで使うんでしょうか。情報収集しないと分かんないね。ここは、まあ、陶芸だろうけど、まずはちょっと拠点作り。最後の国なのかな、秋。錦峠、あと一本頑張ってくれと。頑張りますよ、長門に暗黒乱ね。そのためにまずは秋ですよ。国境、はい、どうも。特にはないな。峠に来るとなんか安心するね。うん、うん、休んでこうか。まあ、まだ長友も探索してないしね。4人になってからちょっとね、探索したいなと思います。行こうか。一歩で動いたら、おお、闇ガラス、全然いけるだろう。楽だよね。回復しとこうか。さあ、村を探したいね。本格的には次回ね、探したいけど、ここちなみに降りれるのか。降りれないね、氷のとこは降りれない。あ、村発見。村、岩国村。はい、ということで今回はここで区切りたいと思います。
次回秋の国白銀城にどうすれば行けるのか情報収集したいと思います。それではまた、さよなら。